大丈夫ミラクルイチの動画だよ。はい、今日も始まりました。今日紹介していくのはこちら、じゃじゃん、オバケイドです。このゲームもですね、実はオフラインで4人で遊べるゲームとなっております。なんかプレステで出た、あ、今はスイッチもあるんかな、デッドバイディライトやったかなっていうゲームをスイッチ向けみたいな感じで作ったような感じのゲームですね。ようわからんと思うので一回やっていきたいと思います。はい、でこのゲームなんですけれども、まあオフライン4人でできるって言ったんですけど、先にですねちょっとクリアしといて、まあいろんなの出しとかないと面白くないと思います。なんか初期で使えるの 1,2 名みたいな、でそれでオフラインでいきなりやるとそのキャラしかないんで、なんかカスタムする楽しみとかがない状態でやることになっちゃうんで、まあ、盛り上がるか盛り上がらないかで言ったら、まあ、すぐまあ3回ぐらい4回5回ぐらいやって終わっちゃうとかなっちゃうんで、ある程度やっぱ自分たちで先オフラインで越しとかないといけないと思います。というわけでオフラインやっていきましょう。この一人でケイドロっていうのを選んだらできます。どうしようかな。じゃあまずは簡単に代表的な人間からですね。でこのランタンとかの性能がそれぞれ違ったりします。とりあえず選んでやっていきたいと思います。まあ、その名の通りケイドロです。探偵とあれに泥棒に分かれてやるケイドロと一緒で、お化け役と人間役がおって、人間役がまあ逃げるみたいな側です。うわすげえ、狼初めて見た。やっていきましょう。でこれ人間の視界とお化け役の視界全然違うくて、人間は全然見える範囲狭いんやけど、お化け側はめちゃくちゃ広い範囲が見えるっていうものになってます。でしゃがむするとランタン消してっていうのができるんで、あ、危ねえ。でこうランタン1回だけ使えるんですよ。でこのランタンを使ったら相手スタンできます。あ、これやばい、やばいやつやわ。あー、やられた。はい、もう捕まっちゃいました。どうやったら逃げるんやろうね。ちょ、逃げ方わからないわ。うまい人おったら教えてくださいって感じなんですけど、え、ちびお化けがいたずらをしている。お、誰か救出してくれるのか。この押すって書いてあるのを押してくれたら逃げれます。やばっ、え、やば、あの狼ガチ勢やん。もう2人捕まりました。あと1人捕まえられたらワイラの負けです。 Thank you Thank you ウサギ、ウサギのおかげで助かりました。で超ダッシュの間に逃げる。やばやば、空いてるのにこう牢屋に入れるっていうね。この狼性能高いと。大丈夫かこれ、大丈夫じゃないやろ。とりあえず隠れとくか。隠れてることになってるのか分からんけど、うわ怖っ、めっちゃドキドキする。このまあ3分ぐらい逃げ切ったら勝ちなんですけどね。でこの牢屋の見張り終了まで助けに行けません。はい、助けに行けるようになったんで助けたいと思います。行けるか、よっしゃ、行けた。うわ、初めて助けれた。
最悪や、詰まった、壁に詰まった。あ、これもう全然意味ないです。助けてすぐ捕まってしまったら、そのお化け見張ってるんで、ほら、でこの終了するまでもう何もできへんで、最悪の最悪のやつです。頼む仲間な、逃げてくれ。でうまく逃げてくれたらなんとかなるかもしれんけど、うわーいけるかな、あと1回逃げ切れればなんとかなりそうな感じすんねんけどな、分かれへんわこれ。敵めっちゃ強いし、まあ何が強いかは分かれへんけど、頼む仲間よ、逃げ切るか助けてくれ。やばし、やばしやぞ。相手はすり抜けできるからな。センキュー。さすが。お、これはワイラの勝ちや。しゃあ。っていうゲームです。簡単でしょ、まあ、結構簡単なんかは分かるけどまあ助けてくれたおかげでいけたっていう。でお金もらえて、このお金を使ってまあいろいろやるっていう感じですね。もう一回やってみようかな。で結局のところ、まあ、これお化け側もいろんな選択肢があった方がいいんで、お化け側と人間側で何回もちょっとやるっていう。で練習しながら強なって言っといてもらえれば、まあやっぱできるっていうね。でこれコンピューターやから見つかるけど、人間がやったらね、見つけるのまあまあ難しいんですよ。まあやったら分かるんですよ。でただ人間と違って敵は壁すり抜けとかもできるしな。こんな近くに配置してもいいやろか。え？コンピューなんかワイの近くおんねんけど大丈夫？やばい、詰まった。こういうゲームな、詰まった危ない。今のところ誰も見つかってない。いい感じなんかな。あー怖い怖い。こうやって隠れんぼするみたいな。基本隠れんぼゲーやから。でこっちの視界からは全然見えへんけど、ほんまにお化け側はめっちゃ視野広い、まあ、壁の隅に抜けるしな。なんかお化けによってそれは違うのかもしれんけど、お化け側あんまりやったことないから分かれてるわ。あ、いいよ。でこのチビお化けが場所を教えてくれるんですよ。うわ怖っ怖っ。まあまあ敵近くおったで、どうしようかな。見つかった終わりやからごめん。しゃ、助けたった。やば、急に助けんの馬なってたわ。やっぱみんなに見られてるとこういう風に馬なったりするんかもしれんな。隠れてあと1分やり逃がしたら勝ちや。うわやば、捕まったわ。でこのチビおぼけがおる間は何も助けられへんから、どうしようかな。ほんまにめっちゃ助けに行きたいことは助けに行きたいけど、うわ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 、何しんの
近寄ってバレるやろ。よっしゃ、牢屋から入った。助けに行くぜ。やっぱ助けに行くときが一番危ないと思う。よっしゃ。え、待って、急に馬なった、急に馬なった、マジで急に何が起こったのか分からんけど、プロか、軽泥のプロか。今ちょっとやらかしちゃったね。切り札、切り札か。あと8秒、逃げ切る、走れ走れ、バイ、来てる来てる。はぁ、あ、勝った。え、初めて捕まらんかったんじゃん。うまっ、来たわこれ、神神神プレイ来ちゃった、このタイミングで。イエーイ、イエーイやで。え、これすげえ、めっちゃポイントもらった。こんなもらえんや、1回で嬉しい。はい、というわけで、まあこんな感じでオーバーケイドでした。こっから先は君たちの目で確かめてほしい。ではまた、バイバーイ。